IHI より防衛装備庁に XF91 という戦闘機用エンジンが納入されたらしいぞ。ほほう。これがガンダムビルドの新型エンジンってわけですか。メタバースの世界に浸りすぎだが、このエンジンを使って FSX 計画が進行中だぜ。FSX 計画？これは気になるわね。ということで今回は中国が日本の戦闘機エンジンに激怒。中国これ以上開発を続けるなら我が国と技術共有しろ、お送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、XF91 は試作エンジンであるとはいえ、推力は15トンを超えるとのことだ。ふむふむ。米国の F15 やロシアのスホーイ35といった、世界の一線で、活躍する戦闘機のエンジンと同等以上の出力を持つとのことで、日本国内だけでなく、世界中から注目されているぜ。いきなりの世界最高レベルなんだね。これまで日本は一流の戦闘機用エンジンを自力で開発できなかったからな。どうしてなの？日本の技術力は世界トップクラスなんじゃ。まあ、FSX 問題で日本が強く出ることができなかった要因の一つが、自力では、どうしてもエンジンを開発できる目処が立たず、米国に頼らざるを得なかったからだぜ。それじゃ、戦後70年以上できなかったことがようやくできたんだね。ああ。これは日本の航空産業史上、画期的なことで、XF91 の性能を見て、感慨深い思いに浸っている航空関係者は多いと思うぜ。まさにプロジェクト X だわ。日本の技術者は真面目に忍耐強く頑張るのよね。それができない他の国が、アジアにはたくさんあるけど、実は日本のジェットエンジン業界は、日本独自のものも含め、優れた技術を、多く持ち、世界のジェットエンジンの性能向上に貢献してきたんだぜ。エアフォースワンなどのごく一部の例外を除けば、日本の技術の入った、ジェットエンジンを積まない旅客機は現在、空を飛ばないまでになっているからな。見えないところに日本の技術は組み込まれているのか、この世界を空から支配してるんだね。そして、世界のジェットエンジンは、米ゼネラルエレクトリック、プラット&ホイットニー、A ロールスロイスの3社が君臨する世界だ。残念ながら日本はこれらの航空エンジン大手と異なり、日本企業ブランドのジェットエンジンを作れていないのが現状だぜ。ぐぬぬ。いつか日本だって。しかし航空エンジン大手のジェットエンジンは、日本製部品、日本の技術が使用されている。そうした例は枚挙にいとまがないわけで、世界のエンジンの内部を、日本勢が乗っ取りつつあるように見えなくもないんだぜ。まだ本気出してないだけよね。警告の KF21 もそんなこと言ってたけど、あっちは本気出してもお察しだからな。まあ、日本の重工各社が GE、プラット&ホイットニー、ロールスロイスのエンジンの開発生産に関与しているため、成田空港や羽田空港にいるような飛行機のエンジンは、10-20% が日本製なんだ。例えば日本航空が使用するボーイング787の GNX では、高圧コンプレッサーや低圧タービンなど、日本勢が 15% 以上を製造しているぜ。また、エアバス A320 やボーイング737の新型に搭載される、PW1100G では、低圧コンプレッサー、燃焼機、ファンケースなど 23% を製造しているんだ。おお、つまり、日本の重工各社は世界のジェットエンジンの分担生産に参加しているぜ。早く日本製 100% という数字を叩き出したいわね。ほんとだな。これら部品の多くは、開発コストや生産能力の分散の側面が強く、日本でなければ作れないというものばかりではないんだぞ。しかもな、ジェットエンジンのタービン、コンプレッサー、ファンをつなぐ、シャフトのように、日本の IHI が優位性を持つものもあるんだぜ。そうなの？特に難易度の高い、長さ3メートルを超えるシャフトの世界シェアは 70% なんだ。そのシャフトを支えるベアリングも日本製が増えつつあるぜ。シャフトやベアリングの技術力がかなり高いんだね。NTN は近年、PW1100G とトレント XWB のシャフト用ベアリングを受注していて、PW1100G はプラット&ホイットニー社で最も多く生産される、エンジンであり、トレント XWB もロールスロイスの主力大型エンジンであるんだぜ。シャフトの素材も日本が強みを持つわけか、小屋もう乗っ取りも時間の問題ですわ。大同特殊鋼では、787に使用されるエンジンのシャフトの素材を、GE 向けにもロールスロイス向けにも製造しているしな。シャフトの素材も開発しているの？やっぱり日本最強だわ。さて、素材といえば、ボーイング787の開発以降、航空機の、機体軽量化で日本の炭素繊維が活躍していることはよく知られているんだ。ふむふむ、航空機に用いられるレベルの炭素繊維では日本の3社、東レ、東方テナックス、三菱レイオンのシェアは7割だぜ。日本の言うばかりじゃないのよ、もう戦闘機のパーツは日本で決まりだね。
炭素繊維はジェットエンジンの性能向上にも貢献しているしな。そうなのね。そして、旅客機用ジェットエンジンのファンはチタンで作られてきたんだが、このチタンは、アルミ合金よりも強度があるため、特に強度が必要な部分に用いられるんだな。チタンが一番いいのかな？まあ、一番とは言わないが、チタンの比重は 4.5 で、鉄の比重7に。比べれば軽いが、アルミ合金の比重 2.7 よりは重いぜ。炭素繊維複合材の比重は2を下回り、チタンを炭素繊維複合材に、置き換えれば大幅な軽量化を達成できるのは事実だな。アルミよりも強くて軽いってことだね。やっぱり強そうな素材だわ。また、チタン製のファンの周りには、チタン製ファンが外れても飛散したファンが、客室に飛んでいかないよう、ファンケースという頑丈な覆いで囲っているんだ。ファンがチタンの場合、ファンケースもチタンで、大型エンジンでは、直径3メートルを超え、ファンケースはファンよりも重いんだぜ。このファンとファンケースを炭素繊維複合材で置き換えることで、何百キロ単位の軽量化が可能なんだ。替えの効かない技術力が日本にあるってことだね。やっぱり日本のものづくりってすごいんだわ。軽量化だけでなく、炭素繊維複合材を使用することによる形状の自由度が、大きくなったことで、ファンの効率も良くなっているんだぜ。かつてジェットエンジンのファンを前から覗き込むと金属のファンが、見えたんだが、近年では炭素繊維を用いた黒いファンが増えてきているからな。これはジェットエンジン性能向上への日本の貢献が目に見える部分だぜ。黒いファンなんてあるんだね。なんかちょっと怖いけど今度覗いてみるわ。危ないからやめておけ。そんなジェットエンジン部品を作るのに、森精機、山崎マザック、大熊、牧野フライスなどの工作機械は欠かせないんだ。日本のジェットエンジン部品を作るメーカーがこうした日本の工作機械を使用しているだけでなく、GE、プラット&ホイットニー、ロールスロイスも日本製工作機械を使っているんだぜ。日本の機械は世界中で使われているって本当だったんだね。だがな、様々な場面で世界のジェットエンジン生産に参加してきた日本勢だが、ジェットエンジンの中心の中心である高圧タービンはなかなかうまくいかなかったんだ。部品供給の事例はあるものの、ジェットエンジンのコア部分を分担生産できなかったからな。これだけ技術力があるのに、どうしてなの？実は、ジェットエンジンは原理上、燃焼室からタービンに入る。高温高圧のガスの温度が高ければ高いほど性能が高いんだが、民間エンジンにおいても、タービン入り口温度を上げると燃費が向上するので、ジェットエンジンガスタービン開発の中心テーマの一つになっているんだな。私、もうついていけそうにないんだけど、タービンそのものの耐熱温度を上げるだけでは足りず、耐熱コーティングや、冷却などの合わせ技でタービンの耐熱温度を上げていくんだが、このタービン入り口温度を上げる技術の中で、日本の高温材料技術は世界トップクラスだぜ。なんか知らんが、日本がトップなんだね。よかったよかった。現在、タービン翼そのものは、ニッケルに様々なレアメタルを加えた超合金と呼ばれる、合金でできているんだが、この合金の技術でも日本は優れているんだ。日本人の好きそうな、地味なのに最重要的なポジションね。全日空の787に搭載されているトレント船の最も厳しい環境にさらされる。タービン翼は、日本の物質材料研究機構の開発した合金によって製造されているしな。日本だけでなく世界中で使われているんだね。もう一つの日本の耐熱性素材は、炭化ケイ素繊維だ。炭化ケイ素繊維？ケイ素ってよく二丁目界隈で使われているシリコンよね。偽胸シリコンみたいな話やめろ。二丁目界隈のお姉様に失礼だろ。ち、反省してます。炭化ケイ素繊維を炭化ケイ素のマトリックスで固めた、繊維強化セラミックスが、ジェットエンジン部品に用いられているんだ。あれ？マリサが言ってることがまるで頭に入ってこないわ。ニッケル元超合金はニッケルが重い上に、加えられるレアメタルもさらに重いものが、多いため、比重が8から9と重く、耐熱温度も摂氏1150度以下なんだぜ。一方、SICSIC 複合材は比重3程度と軽く、素材そのものの耐熱温度も1300度と高いんだな。そのため、超合金を SICSIC 複合材に置き換えれば、軽量化だけではない燃費削減効果があるんだぜ。なんか知らんが、恐ろしく熱に強いってわけね。合金や SICSIC 複合材で作られる部品の使用環境は1600度以上。ニッケル基調合金の部品は1150度以下に冷却する必要があるんだ。一方、SICSIC 複合材では冷却は1300度程度までの冷却なんだが、この冷却には、エンジンの圧縮空気が用いられるため、余計に空気を圧縮する分だけ燃料を消費するんだな。つまり、冷却を一部でも省略できれば、その分の燃費が向上するってわけね。その通りで、エンジンの高温部の素材を SICSIC 複合材に変えると、
それだけで数パーセントの燃費削減効果があるというぜ。だから、炭化ケイ素繊維は次世代のジェットエンジン高温部の素材になりうるんだね。でもさ、そんな便利ですごい素材ならもう世界中が手に入れてるんじゃない？これがな霊夢。現在、炭化ケイ素繊維は日本でのみ製造されているんだぜ。日本カーボンや宇部鉱産がニカロン、チラノ繊維という名前で供給しているんだ。日本が独占状態なの？まあ、SICSIC 複合材のコストは高いわけで、価格は同じ重さの金と同程度とも言われるんだな。それでもメリットは捨てがたく、すでに GE の合弁企業 CFM インターナショナルが、新型 737A320 用に開発した LEAP エンジンの高温部に使用されているんだぜ。日本でのみ製造されている、そして性能も最強クラス、この動画を見て盗みに来るやから外装にだ。そんな中、GE、サフラン、日本カーボンが航空機用炭化ケイ素繊維を製造するため、NGS アドバンスドファイバーという合弁企業を設立したんだ。すでに量産部品のための炭化ケイ素繊維を製造していて、様々な課題があるものの、次世代のエンジン性能向上のキーになる素材として期待されているんだぜ。GE が日本カーボンと合弁企業を作って囲い込みをしているのは、その期待の表れでしょうしね。さて、これまで話した内容は、世界のジェットエンジンは日本の産業技術によって、支えられているということだが、もちろん XF91 にもそのような日本の技術が使われているんだぜ。そうこなくっちゃ。XF91 では、ジェットエンジンの性能の指標となるタービン入り口温度は、1800度で、これは世界トップレベルなんだぜ。素材の力がすごいわ。例えるなら暗殺者の尽力とか核融の重厚みたいな感じね。しかし、XF91 の意義はそこだけでなく、日本は優れた要素技術を持ちつつも、エンジン全体を開発した経験に乏しかったんだ。これまで製造した戦闘機向けエンジンは、水力5トンの XF5 しかないからな。それでも警告とかと比べれば十分すごいけどね。それが XF91 では、水力15トンを超える一流の戦闘機を飛ばせるエンジン全体を開発したんだ。圧倒的だわ。これはもうミラボレアスカラージャン級だよ。いちいちモンハンで例えるんじゃない。まあ、優れた要素技術を持つだけでなく、一流のエンジンを丸ごと作った実績も生まれたわけだ。もちろん、一流のエンジンを作った先には機体に搭載するプロセスと、販売経路を切り開く必要があるがな。日本ならできるわ。だって、日本の技術者たちは今までもこれからも頑張り続けるはずだもの。さて、近年、海軍力の他に空軍力も強化している C 国からすると、日本が開発中の戦闘機用エンジンは気になる存在のようだ。ふむふむ、C 国メディアの百科号は、日本が開発中の XF91 エンジンについて紹介する記事を掲載していて、日本はもはや実力を隠さなくなったとしており、XF91 の開発で日本は米国と肩を並べつつあると評しているんだな。褒めてくれてるのかな？それとも、C 国は日本に対して強い警戒心を抱いているのかな？また、記事は XF91 エンジンについて世界が注目していると紹介。防衛省の発表によると、2020年には航空試験を完了して必要なデータをすでに取得しており、燃焼機出口温度が1800度にも耐えられることを確認していて、その水力はアフターバーナーありで15トンに達したと紹介。これは米国の有名なエンジンである F119 にも引けを取らないほど優秀なデータだと伝えたんだ。そんなに褒めても XF91 の技術は渡さないよ。これだけでもすでにかなり優れたエンジンだと言えるが、日本は決してこれで満足してはいないと紹介していて、記事によると、将来的に日本はアダプティブサイクルエンジンの導入も検討していると主張しているんだ。しかしこの最新技術はまだ実用化されておらず、この分野で、最も進んでいる米国は10年以内に実用化する可能性が高いが、日本がこの最新技術の適用を考えているということは、世界最強の米国のエンジン技術に挑戦しているとも言えると論じたぜ。悪いな C 国、XF91 エンジンを積んだ戦闘機は二人乗りなのよ。意味わかんねえよ。まあ、C 国でも戦闘機用エンジンオーシャン10号。開発中だが、日本の XF91 エンジンの開発スピードは非常に速く、オーシャン15より先に実用化するかもしれないとの分析もあると記事は紹介しているぜ。とりあえず、日本もスパイ防止法を導入しましょ。このままじゃ C 国に XF91 の技術が盗まれちゃいそうな気がするもの。そんな C 国の次世代戦闘機 J20 の初飛行は、四川省成都にある、C 国航空工業集団工司 AVIC の関連施設で行われているんだ。はい、それはすっごいわね棒読み。技術装備などがまだまだ未成熟で、部隊に配備されて戦力になるには程遠いと指摘しているぜ。日本の技術者たちに勝てるわけないしね。
もちろん勝ち負けじゃないが、C国が日本に勝てるわけないぜ。自分で勝ち負けじゃないとか言っといて、やっぱり日本の勝ちなのかよわら。これからも C国から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。